1月1日は国民安全の日。この日、川崎市では会社工場の安全団体、交通防火協会、建設業団体と川崎労働基準監督署などの共催で川崎球場前で大会を開きました。ついで仮想自動車25台を連ねて市内のパレードに移り、市民の一人一人が常に安全に気を配ってくださいと呼びかけました。